ではね、96.9 ですから、まだいけますよね。もちろん残るとこだとは思うんですが、狙うところはもちろん8点台。さあ中村直樹降りてきた、2本目どんな走りを見せるのか。まだ飛び出し、ここはいい角度、そこからさらに角度をつけてくる。失敗だ。ここは V 字になっちゃった。ここはセクタース。さあどうだ、赤い四角いこの車がどういう状態でしたか。